みんな起きてる？起きてる？ああ、よかったー。見つけた。ほんな、俺だけやな、夢見てた。あの子の友達が増えてそこら中にうよいよいるの。前回パートなくとってもうなんてこんな終わり方しちゃったのよっていう。大丈夫なの？リベンジマッチやっていこうか。いやーまさかのね、なんかボスをくぐり抜けてきてさ、いいシャンプスで、そっからケーキをポワーといってたと思ったら、まさかの雑魚野郎が一撃必殺ブルンブルンされちまったっていう。いやーまさかのね、この残り体力だったら一撃でやられるっていうことをちょっとね、あらかじめ把握しとくべきだったね。なのでもうちょっと遠慮しないで、あのくぼこり爆弾ってブツブツしてる。いやー恥ずかしかった。いやみんなあれは夢、現実世界ではないちゃんと進行してますから。はい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 。ここで食っとく。あれ、え、うん、食ったちょっとだけあの体力回復したのね。ああ、なかなか死んでこうやり直しとかしてるじゃないですか。まあね、今のねトータルのね録画時間が4時間なのかどうかっていうところも十分問題になってくるんだけど、あれ、あ、一撃必殺になってる。もったいね、一発。おるおる、爆心だっけ、なんかの爆弾のさ、ど真ん中のあのねやつ、あれでいけてたとしたら、もうね、爆心地で、お前待ってたんかい、俺ら待てくれ。F。ちょっと待って。あ、どんどん離れていく。どんどん離れていく。F。ちょっと待って、F。これ来ないよね。来る？来ない？来ない？来る？来る？来ない？ S2 ってどういう意味なんだろうね。R2 とかだったらさ、ね、なんかその、あっちかって R って表示、おう、3階。3階ってあれじゃん。エブリンと今一緒にビデオ見てるところじゃん。このさシーンをさ見て、あの何、娘であるエブリンと見てるわけ。ただいま館内の緊急保安システムが作動しました。それ考えたらさ、すごいシュールじゃない。ママここで死んでんじゃん、私が2つ目の魂を与えてあげるわつって飛びて、わーさあ登ろう。でこっから敵は出てくるですか、どうなんですかね。いや、ここで。ここ何手に入るんだったっけ？溶かします。どう考えても怪しい液体なんで。まずは金属溶解液だもんね。それは怪しいわな。で、ここ閉めといて。で、ここなんか多分出てくるんだよね。どっち？あ、おうおう、そっちか。やべべべべべべべ。いける？生きてる。入ってる。死んでる。オープンザウィンドウ。あ、ラストか。こっちはいいからできないね。あーでも、でも敵出てこないだろうから多分いらないんだよな。ここ行ったらなんか敵がシュワ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 出てくるとか、そういうわけでもないし、ここ登って、その間に敵が出てくるとかってわけじゃないもんね。これ飛んだ時に頭ガッツンとかって打っていかないのかな。そこら辺、あれだね。で、ここ行って閉めといて、で、下じゃなくて上。で、そこ3階行かないといけないから、そうそう。そうなんですよ。皆さん聞いてくださいよ。ね、ミヤが今こんだけ必死にさ、ね、娘を扮したエブリンを追いかけてってるわけじゃないですか。にもかかわらずだよ。にもかかわらずさ、ヘマやって逃がしたアランがさ、何してると思う？今から見せてやるよ。あいつね、そう。ほら、見えた？今一瞬チラッと。こいつ飲んだくれてやがんの。ありえないよね。ここに来たの。エブリンは。あの子暴走してる。飲んだくれてさ、今すぐ処置ね、あまりにも飲みすぎてちょっとあの胃が苦しくなってきたから、ちょっと今から飲んだやつ全部出すわっつってさ、ね、であのその飲みすぎたからっつって、エブリンがね、ちょっとパパ飲みすぎよっつってね、罰を与えてあげるわって、ゲロゲロさせてあげる。ブエー、待て、エブリン違うんだ、エブリン、あら、君、そんな風に呼ぶつもり、いっぱい出しちゃって、あの子はあなたを支配しようとしてるのよ、下からはダメよ、気をしっかり持って、あら、もったいない、全部飲んだウイスキーが出てくるわ、エブリン、やめて、今すぐにやめるのよ、俺に触るな、うわぁ、触るな。この時はまだギリギリ、ああ左腕が赤ワインになってってるね。この時はだからまだ感染はしてなかったけど、このタイミングでやっちまったってことなのかな。
あ、ちょっと待って、エブリンの格好とすればさ、3年前と今とで一緒だったよね。うわ、3年間洗ってない服着てんの、汚ね。それを考えたら、ねえ、はい、今これ、ミヤは黒酢飲んでます。うわ、浮かされていく、黒酢が体中に染み渡っていく。さて、じゃあ入っていこうか。ここで敵は特になんか出てくるわけじゃないし、ここでなんかビデオカメラ撮るんだけど、はい、今回撮影をしないというオチで持っていこうと思うので、撮影しなかった場合、どうした、撮影しないってオチだったとしたら、多分ね、あのこれ時代錯誤というか、なんかあの現実とそのあれがいろいろ変わったりする。うわーディーン、これからはずっと一緒だよ。わかった、あれだ、あの最後に妖怪機で破壊したところあるじゃないですか、あれ残しといたら3年後に手に入るの。わしまった、残しとけばいいかな。ということで飛びます。普通無理なんだよこれ。片腕で自分の体を支えるっていうのは、あのね、普通は無理、俺でもできないの。沈んでいく、うわ助けて。これだから何かにぶつかったんだろうな。ぶつかった結果でズドンって爆発したんだよな。だからそれがその面かじいっぱい、あれ本当にもうなんかトリプル A ってサイズかもしれないよね。こんだけやってて膨らみが一切感じられないもんな。なんか最近のバイオってそこら辺の規制かかってるのに、なんかリベツあたりからそのあたりがなんか厳しくなったかもしれない。なんか R、R2 じゃねえや、レベッカとかだったらさ、レベッカじゃないや、クレアとかってさ、もうなんかボンじゃないですか。でもモイラってもうね、どこみたいな、思い出した、隠す必要あるみたいなサイズ。いやダメよ、家族にはなれない。だから2015年くらいにそれが出て、あなたと家族になってならないのよ。じゃあいい。でバイオセブンこれ出て、で汚い、臭そう、3年間同じ服、臭そう。ここに1000ポイントあるの。でこっち進んでいって、アランの抜け殻があって、で何か抜き取られてる。こっちはまだ進もうと思っても多分敵出てこないはずで、ハーブ、半玉がないんだよな。マシンガンの玉、ここで今手に入ったと通ってたもんね。とりあえず、まあでも、ちょっと、これ作っとかないとやばいからね。一回死にかけてっかな。あ、薬液手に入った。あ、じゃあもう一個作っとくか。あ、じゃあ待って、違うんだって。ああ気持ちいい、回復した。やっぱりひんやりと気持ちいい。オロナミン C をかけると体が回復するんだよな。全身に染み渡るぜ、ベイビー。しまった。もったいねえ。これ多分死んだら、あの時に使った回復薬のせいだってなるよね。くっそ。くっそ。こっちに回復なんか、回復じゃない。アイテム特にない。じゃあ、で、下のあれを開けるためには、なんかくる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 回すやつが必要になると思うので、一旦ちょっと上に上がらないといけないです。ということで、登ります。あー、これまでのセーブポイントはいくつかあるっぽいけど、どこまでやって終わっていくかだよな。とりあえずアランたちがいた部屋、アランたちとおかしいな、アランといた部屋まで戻れたら、多分セーブポイントと、あとまあアイテムボックスが手に入るはずなんだよな。ここは船長室の鍵を持って帰ってこない限りは大丈夫。まだ使えそうな。ここ4階ってここじゃないの？え、カメラに映らないミア。正体は実は幽霊だったとか。リーさん。リーさん。まだ間に合えばいいけど。わかった。ここまで見せたらね、もう目まで見せたらいいね。じゃあ行きますか。嘘つき。やめなさいエブリン。嘘つきって約束もしてないの。嘘もクソもねえんだけどな。でもなぜか後がついてんだよな。これよくある現象だよね。お化けとかが出てくると幻覚、本当本物に出会ったみたいな。ここら辺ってアイテムなんかいろいろあるのかな。ちょっと取り逃しがあったら嫌なんで、精神刺激薬食べます。うん、ポリポリ美味しい。ビタミン味、あのマルチビタミンをさ、今毎日飲んでんだけどさ、その1週間分をその乾燥剤入れたケースの中に入れてるんですよね。まあ開いたら臭いの。うん、なんか酸っぱい匂いが鼻をつんざくというかさ、うん、
マルチビタミンってやっぱそうなんだな。ビタミン C とかだったらそういうのあったりするけど、ビタミン C だけじゃなくてマルチビタミンもね、あの水溶性と何だったっけ、脂溶性だったっけな、2種類あるんだけど、それを入れたりしてるんですよね。何の話、こんな話。でアイテム、あとはここら辺は、あーなんかあるね。これはなんか取った、あ何取った、ちょっと見逃しちゃった。まあいいや、こっちはない、開けるけど、でもないもんね。精神刺激薬ってあれなんだね、そのガンパウダーか、あれちょっとよくわかんない、あれなんだね。面白いよね、壁とかすり抜けてその先を見れるようになってるんだね。閉めます。で地図取って、これこれクランチか、もう開けちゃえよ、銃でバーンってやったらいけんだろ。これ今敵出てきて、あーそっか、これあれか、マシンガンを取った時に復活して戻ってきてくる。おー痛い。でこのエレベーターを動かすためにケーブルと何か、おおなんか後ろみたいなのがあったな。あくるくる、あくる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 、あ違う違う、ここ戻っても仕方ないんで、3階行ったら仕方ないんで降ります。あまだ精神刺激薬が効いてる。はいはい、おいちょちょ登らない登らない、ここは普通に降りれるんかい。で上に降りるか、あ上に降りるって何、上に登るか下に降りるかだね。とりあえずじゃあ上行こうか、ナイフあるしね。いざという時のナイフ、ヘイバンバンバンバ、立ち尽くす。あ金属溶媒、あーここでセーブできるね。じゃあある程度のところ進んでいったら、とりあえずじゃあこの回だけ検索じゃねえや、探索したら一旦セーブして終わろうかな。ちょっと多分もうちょっとミアパート長くなってくると思うので、これ何、まあ、ところがね、これ不思議な現象になっていなくなってるんですよ。なんかを察したのかみたいな。へいへい、リモコンどっかから敵来んのかな。確かここ行ったら入ってくる。ああそうなんだね、ここ開けておかなければよかったってやつなんだよな、落ち的にな。まあ、とりあえず周りから探索していこう。中身はあの金属溶解液をやっていくことで上からドーンって降ってくるんでね、まあ用はないから閉めとこう。うん、無理だね。いける？だから、こうやっていけるか。あーやっぱ、精神刺激薬で周り、透かすことができても、ナイフで切り刻むことはできないっぽいね。じゃあいいや。で、ここは、あー、なるほどね。あれ、でもこれで上の階下、いや違うな。これはこれで、あれちょっと待って、ここの2階ってさ、もともと、こう。ここにあったの。これを取ったことによって新たに敵がやってくるとかっていうオチではなさそうだね。いないね。でそう、下からニョキ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 、タケノコタケノコニョキキ、1ニョキニョキ、3ニョキ4ニョキって出てくるから、急いでこの部屋の中に入って、ふっと折り返って閉め閉め閉める。で、あいつは開けられないから、とりあえずここでアイテムをダッシュしていこう。3。これはもう普通に上向けるだけ。で、これが1個。開かないね。違うな。ああ、左上かも。じゃあもう1個だったね。スレスレ。よし、開けれたかな？そうだね。で、何が？ああ、これか。これ重要だね。大事大事。で、よし、じゃあ2階探索この辺りで終わらせておいてくる。あ、来た、めっちゃ来た。あ、じゃあ、ここ登れない。あ、ちょっと待って、これ、このまま抜けたら多分大きいダメージを受ける。ちょっと待って、逃げる逃げる逃げる。危な、危な、危な。さあ、さあ、さあ、あ、まあ、いんのかよ。行け、逃げろ、走れ、ダッシュ。こっち何かあるだすか、何もない。あ、たた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 また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 ま。オッケー、よし、抜けれた。よし、じゃあね、このままセーブポイントまで戻っていって、終わりにしたいというふうに思います。いやー、なんとかね、夢落ちで終わらすことができてよかったですね。はい。ということで、次回パートくらいでね、ちょっと、ガッと進めてね、ニアパート終わりしていきたいと思いますので、ぜひ、応援に登録ボタンとグッドボタン押していただけたら嬉しいです。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。